春光時の水雷艇とも鶴とも鶴事件は1934年3月12日に行われた水雷戦隊の夜間演習中に佐世保郊外で起きた大日本帝国海軍の千鳥型水雷艇3番艦とも鶴の転覆事故及びその後の事故原因究明作業を通じて明らかになった艦艇の設計理念上の重大な不備のことである。 翌年に発生した第四艦隊事件とともに日本海軍を震撼させその後の艦艇設計に大きな影響を及ぼした演習当日は折からの好転で波浪が高かった水雷艇には計算上は90度から110度程度の傾斜でも転覆しないような復元力を持たせる設計が施されていたにもかかわらず午前4時12分頃 ともつるは40度程度の傾斜で転覆。その後、捜索により発見されたともつるは随伴の佐世保警備船隊機関、立田に栄光されて、翌3月13日に佐世保海軍交渉の監督に入居、排水したところ、艇内の生存者13名が救出された。結果として、総員113名中止者行方不明100名を出すという大惨事となった。 この事故に衝撃を受けた海軍は徹底した原因究明を行ったところ、感染の偽装と復元性に関しての問題点が浮上し、再検討が加えられることになった。また同艦を設計した、官政本部の藤本菊男造船少将は、この事故の責任を取る形で、禁慎処分となり、翌年47歳で脳一血により休止した。 長崎県佐世保市の旧海軍墓地東公園に、この事故で準移植した死卒の慰霊碑がある。日本海軍は1930年に締結された、ロンドン海軍軍縮条約により、主力艦だけでなく、巡洋艦や駆逐艦といった、補助艦艇の建造にも制限を受けることとなった。そこで、補助艦艇の制約を補うため、 条約の制限外だった、基準排水量600トン以下の船体に駆逐艦以上の重武装を施した小型駆逐艦とも言うべき水雷艇を建造することになった。これが、とも、鶴のを属する千鳥型水雷艇である。与内三つ正司令長官の命により、徹底的な調査と原因究明がなされた。その結果、 使用上は十分な復元力を保持していたともするは、実際には過重な兵装と未熟な工作技術による重心上昇と復元性不足を追っており、それが事件の原因とされた。さらに背景として、設計側は傭兵側の要求に追従し、根本的欠陥を抱えた感染を多数送り出してしまっている状況が指摘された。 この事件をきっかけに、大型艦60度、中型艦90度、小型艦90から110度以上の復元性を持つことが要求され、吹雪き型、初春型で復元性、重心対策回収が実施された。トモズルも、この回収を受け、翌1935年5月に最終駅し1945年に、戦没するまで活動した。ただし、 近年の研究では、追波に対して保持すべき進路を誤った低調の相関がミスや、当時の復元性理論自体の限界、つまり、当時主体だった、性的、復元性理論に対する、風圧や、旋回遠心力傾斜を含めた、動的、復元性解析の未発達も、指摘されている。これは、追波下での急旋回では旋回の遠心力に、加えて、 縦揺れが横揺れに転化した傾斜モーメントに追い風の風圧も重なって、船を旋回円の外側に向けて傾斜させる、大きな外力を受ける、可能性を示唆され、静的、復元性を上回る傾斜モーメントが働き、転覆に至ったと見られている。この重心上昇に対し現代の艦船は、船体の幅広か、ジャイロやフィンスタビライザーなどの対策を講じている。 ありがとうございます。